ソロボーカリストコンテストシングシングシングセカンドシーズン。続いての挑戦者はこの方です。あなたの存在が昭和感半端ない。本当ですか。圧倒的な存在感で心が揺さぶられました。私は昔世間一般から見るとヤンキーでした。本当に昔は多分しょうもなすぎた、イライラしてて別に誰にも勝ってもらう必要ないみたいな。本当にこう基本的なところで心配になることもありますし、歌をしている方がこう生きてる気がするっていうか、こっちの方が楽しいってその時に思って、歌は何があってもちょっとやらなきゃ多分嫌なんで、その他はもういいやみたいな。そんな古田夢乃が歌唱するのは RC サクセションスローバラード。現在も映画主題歌などにも起用される今野清志郎不朽の名曲。もちろん優勝っていうのがこのオーディションでの目標なんですけど、でも一番大事にしてるのは人の心に届く歌を歌うことなので、届かなければ優勝は別にいいかなぐらいの勢いで思ってます。強気な発言をする彼女だが、いや私ちょっと使いすぎた、もう超痛い。神様、喉を待ってください。嘘、朝起きた時が怖いよな。待ってくれたらそれでいい。私は、それでは聞いてください、スローバラード。
ありがとうございました。ちょっと憎たらしいんですけどね、あの腹立つとこいっぱいあるんですけど、もうなんか歌われるとちょっとすごいですね。なんか降りてきてるというかね、熟練のね歌手の人が本当にある種の曲歌ってるような、そんな気持ちにさせられました。素晴らしかったです。ありがとうございます。もう世界観、個性すべて別世界に持ってかれましたね。あの聞く側にも体力が要求されるぐらいな感じなんですが、普段とマイクを持って歌い出した時の差がアーティスト前としてますよね。やっぱりその清志郎さんもそうだったんですけど、歌い始めた瞬間にやっぱパッとこう世界をみんなを引き込んでしまうあの感じっていうのは、あのご一緒させていただいた時のことをなんか思い出したというか、伝わる歌っていうものが10代にして手探りしながらでも見えてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ありがとうございました。6名中丸がつくのは5名。小田は票を獲得できるのか。